はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンテで毎日更新でレトロゲームを遊んでおりますよという感じですね。はい、まあ連日バスケットゲームが続いておりますが、今日のゲームはこちらです。 NBA 実況バスケットウィニングダンクです。でまあコナミの実況プロスポーツみたいなやつの、バスケットバージョンもあったんですね。はい、まあ、私はこれ知りませんでしたけどね。あ、でも友達は持ってたっけな、これどうだったっけな。商標登録されてますよといろいろ書いてありますね。あ、このカセットの表に書いてあるところすごいな。で、マルチプレイヤー対応だから多分4人プレイとかもできるんだろうな。で、これがもう95年9月29日発売ということは、もう次世代機、セガサターン、プレステあたりはもう出ている時代ということになりますかね。はい、そんな時代の、まあ、過渡期というかですね、スーファミも終わりというか、まあ、これから発売されるソフトが少しずつ少なくなっていくという時代に出た作品のようですよと。やっていきましょう。よろしくお願いします。一応今日のワンコンテの1回ゲームオーバーするまでどんな感じかというのを見ていければと思っておりますが、スポーツ系の場合とりあえずやってみてどんな感じの感触かとかを見てみるという感じになりますかね。やっていきましょう。よろしくお願いします。なんかいろいろ書いてありますね。ナミ、おなじみの音。おお、写真じゃん。写真だよな。あ、喋った。あ、喋った。喋った。めっちゃ喋った。どんな喋るんだろう。今とりあえず手を離してます。なんかデモ画面的なの始まるかな。おっと、思ったのじゃない。思った感じの画面じゃない。これは大変そうだぞ。マジック対シカゴブルズ。プレイヤブル画面じゃないですね。なんならフリーズしましたかね、これ。何してんすかね。あ、フリーズしたんじゃないですか、これ。もしかして。あ、フリーズですね。これ、お蔵入りになる可能性もできましたね。デモ画面でフリーズしましたね。じゃあデモ画面に頼らずに、その普通にやってみようか。それでフリーズしたお蔵入りの可能性あります。まあ、レトロフリークに対応してないだけで実機に差し替えればできるかもな。ちょっと時間かかるな。あ、アーケードエキシビジョン。シーズンプレイオフ、チームエディットオプション。チームエディットでそのいろんなチームに誰がいるか一覧で見れるかな、もしかして。オリジナルチーム。あ、オールスターチームエディット。これどう？うん、まあね。ああ、ウエストチーム。スプリーベル、マーリー。わあ、ちょっとどこのチームかとかがわからないとちょっときついな。あ、ゲリー・ペトインじゃん。ええー、その時代か。イング、ハードウェイ、ミラー、レジー、ミラー。ヒルって誰だっけ？フォワードか。ピッペンね。ベイカー聞いたことあるよな。あ、ヒルって人2人いる。ジョンソン。ジョンソン、やっぱマジック・ジョンソンじゃないかもな。この時代までいないような気がするもんな。あ、モーニング。アロンゾ・モーニングだっけ。ウエストチーム、スリー、マール、ショーン・ケンプ、シレンプ、デビッド・ブリンソン、ストックとムトンポ。ジョーダンは今一旦いないですね、これ多分、もしかして。めちゃめちゃバグってますね。めちゃめちゃ画面バグってますね。一旦戻ろう。一旦あのプレシーズンかなんか、まあ、練習試合して感触をつかもう。そして逃げよう。レトロフリークとの相性かもね。プレイオフ選びにちゃった。ちょ待て待て。あっ、エキシビジョンか。おお、3、4人で遊べるぞと。オールウェスタン、オールイースタン、スーパースターズ、スーパースラムズ。じゃあスーパースターズ。じゃあ相手はスーパースラムズ。何が違うんだろう。これもまたエディットチームかな。
コート、コートどっちもいいな。ピッペン、ニック・アンダーソン、アキーム・オラジョン、クライド・ドラクサー、ニック・バン、ん？ニック・バン・エクセル。あ、デニス・ロッドマンいいじゃん。ヤングチームってわけでもないか。ハールモノ、ユーイング、ハードウェイ。今度は9人からなんだ。まあいいんじゃない、このメンバーで。ガード誰？このガード誰？ニック・バンウェルって人か知らないな。OK だ。OK だ。オール OK だ。相手は？ちょ、見して、見して。レジー・ミラーとショーン・ケンブがいたの見た。すごいな、演出が。まあだから実況の部分がどうなってるかっていうのを確認できればいいかな。あとまあ操作方法がわかるかか。お、あ、クリス・ペプラ？トマホーク、ロッドマンのトマホークダンク。パス、パスターゲット、そういうことね。ラジワンっつった。あ、これなんか操作方法が分かれば面白いかもな。ラジワン、トマホークダンク。あ、リプレイが見れます。B ボタンがパス、とりあえず。 Y ボタンがシュート。で、オラージュワン、キャラセレクトがどれだ。あ、 A ボタン、ディフェンスの時 A ボタンでキャラセレクトかな。パスターゲットはどう変えるんだこれ。パワーダンクとクラッチ。惜しかったね、言うてる。Y ボタンでこのスティールというか、このカットしに動くの。ああ、 A ボタンでキャラしていくとで、 Y ボタンでスティールの動き。これ誰？ロッドマンか。あれ、オラジオン両方のチームにいる、もしかして。B ボタンでパス、近づいて。硬いな。アンダーソン、素直にあのイーストウエストで選んだ方が良かったかも。ショーン・ケンプ、残り時間がないらしいよ。ファーストクォーターの7秒。Y ボタン長押しでシュート打つの。 Y ボタンをチョン押しだったらし、あのシュートフェイクだな。相手チームにもオラジワンいるね。オラジワン違いがいいのかな。今何体、何、私がスターズで6ですって。ダンクシュート3の3、ジャンパースリーポイント。まあオラジワンのダンクが決まってる。てかこっちはディフェンスができないんだよな。第2クォーター始まりました。でかっ。パス、 A ボタンでパスターゲットチェンジっぽいか。だからあ、 Y でシュートフェイクして Q
切り込んでは いけるな。何？これが見たかったんだ。いやこっちもそんぐらいやりたいよ。ダンク。誰？アンダーソン。何？それは入らんよ。ちょ、リバウンドが誰もいねえじゃん。ロゾマ。ドーン。もうこれでよくねえ全部。どうだろう、このスタミナの項目あんのかな。ちゃんとポジションが出るのはいいね。わお。うまい。うまい。ドーン。あ、こっちも努力臭いね。ディフェンスがな、ディフェンスとリバウンドがどうすればいいか分かんないな、これ。おお、ドッテリー、なんとかなんとか1点差に追いつきました。誰最後決めた？ハーフタイム。何ですか、ミラクルシューティングショー。今日の今日は君だ。何してんの？すごいバケツみたいなポップコーン食ってんの。届かない。残念。ああいうのあんの？あるんだろうね、多分ね。最後打ったの、あ、ドレクスラーか。ドレクスラーと俺じゃなくて両方のチームにいる。素直にイーストウェストでやりゃよかった、さっきも言ったけど。大接戦ですよ、いい勝負ですよ。コートチェンジしてる。そこは角度ねえやろ。行くの、そんなとこ、そんなライン上から。ブルクサが調子いいならそれでいい。よし、スリーが調子いいならそれでいい。こっちは得点ができ、できないんだから。あ、ロッドマンちゃんと金髪だね。やられたー。うん、どう、うん、うん、よっしゃー。ディフェンスがなんとなく分かればだけど、ディフェンスが何もできないからな。何もしなければ勝手に守ってくれるかな。トマホーク。この時代冗談野球やってんだっけ。え、ミラー
デジシーミラーダンクするの、知らないミラーかな、もしかして。いけー、残り30秒。よー、誰？アンダーソン、アンダーソンか。ダブルクラッチ、今ディフェンスいなかったけど、まあでもいろいろ技があったりモーションがあったり、なんかよくできてそうですね。よくできてる感じのゲームですね、これ。次日本、相手は、相手もドレクサーが日本、そうっすか。こっちは3は3本、ダンクが、ダンクの項目もあるのが、なんかこのゲームはダンクシュートに力入れてますよっていう感じがすごいですね。まあタイトルがウィニングダンクだから、まあそうですね。最終クォーターですよ。ディフェンスさえやり方が分かればもっと手堅くいくんだけどな。今ビハインドザバックパスしたね、この背中通すパスしたね。モーションが多い。SG ってセカンドガード、シューティングガードか。そういえば普通か。危な。ビューティフォー。42対40に同点きましたよ。A ボタンと B ボタンをガチャガチャすることにより、なんかガチャガチャすることにした。いけるでしょ。よしよしよし、いいよいいよ。あ、ちょっとどっから打ったの？ゴール裏から打たんかった今。いけますか？あ、危な。お、しかもカウント、え、どうすんの？どう？フリースローまで見れましたね。単独。よし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 、あとはちょっと時間使っていこうか。相手の動き次第だけど。どう？よしよし。さあさあさあ、相手がスリーポイントを選択しなければ。12秒でしょ。よしよし、ああよしよし、間に合わなかったけど勝ちましたわ。最後時間を使うっていう、まあまあ、うん、勝ちましたわ。ちゃんと8秒たっぷり使ってからバック、あのフロントコート入りましたね。ニック・アンダーソン3ポイント 100% なのがえぐいですね。超えぐいですね。あ、ピッペン打ってないんだ結局。
やっぱレジーミラーだったんだ、ダンクした。あれ、スリーポイント、スリーポイント相手1本も打ってない、1本しか打ってなくて外れて、あれそうなの、よくわかんねえな。ゲームオーバー。あれ、バスケットで終わっ、ゲーム、ゲームっていうか試合終わった時なんて言うんだっけ、ゲームセットタイムオーバー、あれなんだ、なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、どうする人、まあいいや、ちょっとオールスターを普通に見てみます。メンバーだけ見てみよう。まあ、コマは2試合目やってもいいけど、割と面白かったですね。エキシビジョン。だからシーズンを選べば、その、まあ、通してやれるんだろうな。年間のやつが。ちょっとメンバーだけ見ましょう。せっかくなんで。まあ、これも先ほどから、先ほどっていうか、あれか。12人全員っていうわけじゃないんだろうな。え、これ。うわ、またバグってんじゃん。真ん中誰だったんだろうな。真ん中誰なんだろうな。めちゃくちゃバグってん。ショーン・ケンプ、カール・マロン、ダン・マーリー、ラトレル・スリープ。あ、ゲイリー・ペトニーね。ね、リッチモニー。リッチモニーわかんないな。この星印なんだろう。アイデンティティ読みして。ピッペン、グラントヒル、ああ、パトリック・ユーディング、クソ。途中でスタートボタンをそれ見れるかな。メンバーだけ見たい。この演出、この演出ちょっと長いな今。お、クリスペプロージュ。バグってんな、バグってんな、なかなかセンターに真ん中にたどり着かないな、あの人お、たどり着いた。ちょっとバグが多いゲームかもね。タイムアウト、タイムアウト、スタートボタン押したらタイムアウトするらしい。うわー、バグってんな。タイムアウト残り7って書いてあるよ。1試合中全クォーター問わず7本7回取れるんだから。相手チーム見して。じゃ、見してよ。アンファニー・ハードウェイ。ペニー、ハードウェイいた、今、もしかして。ペニーいた。早っ。固まりましたね、これは。よし、固まりましたね。いやー、とても。これ、ツーファミリーやるともうちょっとちゃんと動くのかな。レトロフリークとの相性なのか、この、それかもしかしたら、この、この容量というか、このモーションの多さというか。こう頑張ってるゲームだなって印象を受けましたけど、バグが多いゲームなのかどっちかはちょっとわからないですね。はい。やっぱ年代が進むとキャラメンバーも変わって面白いな。もうちょっと見たかったな、誰がいるかとか。はい、まあいいや。というわけで、今日本日お送りしてきたのはここまででした。ありがとうございました。はい、NBA 実況バスケットウィニングダンクというゲームでした。コナミのゲームでしたよということですね。はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。よろしければチャンネル登録、高評価など、あとコメントなどいただければと思います。あと、生放送とかもやってるので、もしよろしければそちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。